はい、皆さんこんにちは。はい、5月5日のインスタライブ、今回の、テーマは子どもの日ということでね、今日はこの城崎マリンワールドの、子どもたちについてもね、少し紹介していきたいと思います。といっても、今回はですね、動物、いわゆるそのアザラシとかそういった動物ではなくて、ちょっとマニアックなイカやサメとかね、そういったちょっとね、マニアックな生き物の子供についてね、主に紹介していこうと思います。さて、ではスタートの時に何やらもじゃもじゃ海藻が生えている水槽が映っていましたが、はい、この中にですね、実はイカがいるんですが、皆さんどこがイカだか分かりますか？なかなかちょっと分からないですよね。実は今画面の真ん中に映っているちょっとボコボコした岩のようなものがイカです。ハナイカという種類なんですが、ちょっと棒で指し示してみます。あ、動きましたね、動きました。この海藻の影にいるんでちょっと分かりにくいんですが、よいしょよいしょ、海藻ちょっとのけよう。あ、全身が見えましたね、はい、これです。ここにいるのがハナイカです。結構わからなかったとか難しいっていう声がそうです、ね、ちなみにこのイカの部分だけを切り抜いた写真はこんな感じですね。これもわかりにくいかな、これハナイカ。はい、こういったねイカなんですけども、実はこのハナイカというのはあんまり大きくなりませんね、成長してもこれが大人のサイズなんですね。だいたい人間の親指分ぐらいしかないぐらいのとってもちっちゃいイカです、ね、イカというとね、大きなやつ、例えばダイオウイカなんかは20メートルぐらいになったりしますけどもね、種類によってサイズっていうのはもう全然違うんですね。はい、もう体の色も結構変えるのでめちゃくちゃ見つけにくいと思いますが、ハナイカというね、小さなイカが暮らしています。さて、この城崎マリンワールドにはですね、今紹介したこのハナイカの他にも、大人になっても小さいイカっていうのが今、展示されてるんですね。ちょっとこちらにいますので紹介しましょう。はい、こちらです。ヒメコウイカというね、種類のイカなんですね。では水槽の方も映してもらって、あ、いましたね。ハナイカより分かりやすいですね。この、あ、こっち見てますね。ヒメコウイカも、実はハナイカと同じくらいのサイズです。ね、親指よりちょっと大きいかなぐらいのね、6センチぐらい、7センチ、大きくなってもそれぐらいっていうね、とっても小さいイカです。で、この形を見てもらえば、ちょっとイカに詳しい人だったら分かるかなと思うんですが、名前の通りね、コウイカの仲間です。美味しそうですね、はい、まあ、とってもちっちゃいのであんまり食べ応えはないかもしれませんがね、まあ、イカですのでとっても美味しそうですね。こちらのね、コウイカの仲間でヒメコウイカと言います。イカは結構目が良くてね、こちらの様子もしっかり見えてるんですね。なのでトレーナーこちらに来るとその様子をこうじーっと見に来ることがあります。はい、じゃあこのヒメコウイカね、一体何を食べてるかというと、まあ、コウイカの仲間大体ねエビが大好物なんですね。見られてますねとかですね、はい、多分向こうからこっちじーっと見てます。じゃあ実際にどんな風に餌をやるのかっていうのも少し紹介したいと思います。さて、餌は何かというと、粒かなぐらいで、これです。これね、オキアミですね。よく魚釣りで使ったりするやつですが、
はい、一つ単体で見るとこんなやつですね。はい、これが、オキアミ。これをね、水槽の上の方からね、棒とかにつけてこう水槽の中に入れてあげるんですね。そうすると食べに来ます。でこの食べ方も結構変わってて面白いので、ちょっと実際見ていただきましょう。じゃあ皆さんこちらからね、正面の方から見てもらいます。じゃあ私はちょっと裏に回って水槽の上の方から餌をやっていきたいと思いますので、お楽しみください。はい、では松山さんが今バックヤードに行きまして、こちらのヒメコウイカの餌やりを実際に行ってくれるそうです。そうですね、オキアミは釣りの餌としてもよく使われているものですね。はい、私もちょっとこの餌やりのシーンを見るの初めてです。はい、見えますか、上から針金に刺さったオキアミが来ましたね。素早く捕まえて食べました。皆さん見えましたでしょうか。体の色も興奮した感じになってますね。はい、もう一匹来ました。あっという間に捕まえちゃいましたね。で、針金から外してしっかり捕まえてますね。はい、こんな感じで今食べてるところです。あっという間に捕まえて食べちゃいますね。はい、どれくらいの量を食べるんですか、1匹ずつあげるのはなぜですか。はい、じゃあ松山さんにねちょっと聞いてみようかなと思います。はい、どうぞ。はい、見えましたか。しっかり見えました。でですね、結構質問がありまして、はいはい、まず1匹ずつあげるのは何でなんでしょうか。はい、ですね、あのイカって結構ですね共食いとかもしちゃうことがあって、であまりこう餌が行き渡らない子がいたりすると他の子を襲ったりすることがあるんですね。なのでしっかり全員に餌が行き渡ってるかどうかっていうのを見るために1個ずつやったりしてます。なるほど、はい、じゃあ、1日どれくらいの量をあげるんですか。そうですね、1回に食べれるのがだいたいオキアミ1匹なんですけども、それを朝と夕方とあと昼と、あ、朝昼夕ですね、だいたい1日3回ぐらいやるようにしています。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと実際に今ね正面の方から見ていただいたんですが、裏でどんな風にやってたかっていうのも今回ちょっと特別にねご覧いただこうと思います。はい、ではちょっとバックヤードに移動しますね。はい、裏こんな風になってるんですねでここが、キネコイカが入っているピントなんですけども、イカって目がいいので、あの人がこういうことを通ったりするとびっくりしちゃうことがあるんですね。なので、普段はこうやってこの黒い板です、これを立てかけておいて、イカの方からあんまりこう持ちが見えないようにしてストレスが、ね、かからないようにしています。じゃあ餌はちょっとどうなってやってみますと、上から、ね、やっていくとこんな風に見えます。よくいはい、これ水槽の上からね覗いたところですね。で、餌をやるのに使っていたのが、いつのかな、これ針金なんですけども、見えますかね、針金、細いステンレスの針金ですね、これ。でこれの先の方にオキアミをこうちょっと刺してあげるわけですね。これよくポトって途中で落としちゃうこともあるんですけども結構難しいです。で上からそーっと水槽の中にオキアミを垂らします。これオキアミですよ。イカがちょっと気づかないとなかなかね来なかったりするんですけども、こういう時は生きてるようにイカをそーっと動かしてあげたりしてね。さあ、まだ多分食べてなかった子がいるはずなので、その子が取りに来ると思うんですが、緊張してるかな。そうですね。あ、気づいた。気づきましたね。2匹で今。はい、ソフトに。ソフトに使いました。ちょっと深く刺しすぎちゃって。
行けました。皆さん見えましたかね。見えましたか。ちょっともう一回やりましょうか。水面がゆらゆらしてたので、ね、ちょっと見えづらかったかもしれないんですが、もう一回やってくれるそうです。行きますよ、はい、ここら辺が見えやすい。これが餌ですね。これ餌です。ちょっと待ってますね。本気に見に来てたのでね、その子も多分欲しいと思うんですけど、この辺が見やすいかな。ここどうでしょう。これオキアミですよ。今ちょっとプルプル動かしてます。落したかな。見えましたよって反応ありがとうございます。ちょっとイカの方がね、さっき取りに来てた子が下に行っちゃって気づいてないですね。はいね。なんか反対側のね、ガラスに映ってる方を取りに行こうとする子がいますね。こちらよ。目が良すぎて反射してるやつをね、そう一生懸命取りに行こうとしてますね。そういうこともあります。あるかな。さっき取りに来た子が聞いてくれたらいいんですけど、こっちだよ、こっちですよ。だからこういう時に限ってね、こう今日はちょっとカメラがあるので、ちょっとね、いつもと違うので、警戒してるかもしれないですね。あ、気づくかな。向きを変えました。こっちこっち。オキアミ以外にもあげるものあるんですかって。そうですね、オキアミを主に今使ってますが、別のイカ買ってた時なんかにはね、あ、来た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 、来ましたね。取りました。見たかな。魚を主に使うことが多いですね。他の餌としては。冷凍のアジをね、アオリイカにあげたりですとか。あとはちょっとリッチなやつだと甘エビとかね、使ったりとかね。はい。まあ、こんな感じでね、なるべく1匹ずつにこう餌が行き渡るようにね、やってます。はい。今ね、ヒメコウイカの餌やりをやってくれました。ヒメコウイカ。さて、このね、じゃあもう一回ちょっと展示の方に戻りましょうか。さて、まあ子供の日ということでね、大きくなったちっちゃいヒメコイが紹介してるんですけども、じゃあこの水槽の中よく見てもらうと、なんかそこの方にボコボコした謎の物体がたくさん落ちてるの分かりますかね、これ。これとかね、あれとかね。実はこれ海綿っていう動物なんですね。はい。で、なんでこのヒメコウイカの水槽に海綿をたくさん入れてるかっていうと、このヒメコウイカは海綿のこのボコボコ穴がありますけども、穴の中に卵をね産みつけるんです。この産卵する場所としてこの海綿をね入れてるんですね。はい、ちょっと変わった習性があるんですけども、卵を産む前にこの水槽の中で、やってるのはまだ見たことないんですけどもね、このヒメコウイカの求愛行動っていうのも、昔観察したことがあります。で、この求愛行動が普通のイカと違って、このヒメコウイカはすごく変わってるんですね。あ、スポンジ、そう、海綿スポンジってそうですね。そうです。英語で言うとスポンジなので、正解ですね。はい、よくご存知ですね。このね、ヒメコイカ今ご飯をハムハム食べてますけども、ちょっと変わった求愛行動をするイカです。そこで、ちょっと皆さんにクイズを出してみたいと思います。さて、はい、そのヒメコウイカの求愛行動なんですが、ババン、どんな求愛行動をするでしょうか。1番、この腕、あ、いわゆるゲソですね、これをビヨーンと伸ばして求愛する。2番、この腕、ここを、ピカピカ点滅させる。3番、水槽の中をこう素早くね動き回る、メスの
イカの周りを素早く動き回る。さあ皆さんどれだと思いますか。さあ1番2番3番どれでしょう。あ、2が結構多いかもしれないですね。おはい、腕っていうのは、腕っていうのはね、まあ、ここですね。今餌を掴んでるところですね。そう、今ね、餌を捕まえてるところですね。いわゆる足っていわれる。あ、そうですね。イカの足。これを2番が結構多い。他の意見はないですかね。あ、3番の方もいらっしゃいますかね。メスの周りを素早く動く。あ、1番も言いましたね。はい、では。はい、ちょっとね、これあの今この子たちの動画ではないんですけども、過去に飼育していたヒメコウイカで、この求愛行動、非常に貴重なね、求愛行動の動画が撮れたことがあります。じゃあそれをちょっとね、正解として皆さんにお見せしようと思います。はい、皆さん、回答ありがとうございます。少々お待ちくださいね。はい、それではですね、このパソコンの映像がちょっと見えますかね。ちょっと暗いかもしれないんですが、ちょっと正解の映像をご覧いただきましょう。はい、今映っていた大きなのがメスのイカです。それに対してこちら小さいのがオスのイカですね。ちょっと映り込みがすごいで見えましたでしょうか。はい、ちょっとしばらく見てみますか。もうちょっと続けるともう一回やりますので、ちょっとね、画面の映り込みというか、あの過去の水槽のこうガラスに映り込んだ人の顔が出てますけども、気にしないでくださいね。これオスです。今腕をぐにゃーって曲げてます。ぐにゃーって曲げてますね。見えますかね。何今のね。ちょっとね、見えにくくですよね、これで。で今左側大きなちょっとボケして、手前の大きなやつがメスのイカで、奥にいるこれオスですね。そうです、今映ってるのがオスですね。腕を奥にぐにゃっと曲げてます。今じわじわこうメスに、ね、近づいていってるんですね。手前にメスがいるんですけども、そしてはい、はい、腕をビヨーンと伸ばして、ピカ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 。はい、分かりましたでしょうか。そう、実はですね、正解は1番、2番、3番、全部正解で、全部それをいっぺんに行うというね、ことなんですね。腕をビョーンと伸ばして、その伸ばした腕をピカピカ点滅させて、メスの周りを素早く動くというのが、このヒメコウイカの求愛行動だったんですね。はい、結構びっくりしますよね。初めて見たときは、笑いが止まらないです。ね、ガラスに映ってる顔で笑顔になってましたけどね。非常に面白い求愛行動をするイカなんですね。はい、ではですね、今度はこのヒメコウイカ、この水槽の中でも、ね、実は卵を産んでるんですけども、他のイカもこのマリンワールドで卵を産んだりしています。で今その展示のエリアにその他のイカの卵がちょうどあるので、こちらもちょっとね、紹介したいと思います。こちらの水槽、今映ってる水槽の中に、卵があります。ぶら下がってるのはね、海藻を模して作られている偽藻というものですが、そこに、たくさん卵がついてるんですね。何の卵かというと、コウイカの卵ですね。あるかな。実はね、コウイカの卵は、さっきヒメコウイカはこの海面の中に卵を産んでいましたが、コウイカはこの偽藻にこうくっつけるようにして、偽装、自然界だと海藻ですね、海藻にこうくっつける風にしてね、卵を産むんです。でさらに卵がむき出したとすぐに、見つかっちゃうので、その卵に砂をかぶせるんですね。すごい砂がたくさんついてる、これがコウイカの卵です。はい、でこれね、今はね、まだあんまり発生が進んでないので、すごい砂がこう覆ってて見えにくいんですけども、発生が進んでくるとこうふわーんとね、卵がね膨らんできまして、中にいる赤ちゃんの様子が透けてこう見えるようになってきます。じゃあちょっとこれも、そのね動画があるので見てもらいましょうか。さっきオスとメスはどうやって見分けるんですかっていうふうに、はい、質問がありましたが、オスとメスだと体の大きさがちょっと違います。オスの方が大体小柄なことが多いですね。
メスはやっぱり卵を持ってる体ぽっちゃりしています。なるほど、はい、ぽっちゃりしてる方がメス、小柄な方がオスなんですね。はい、ではコウイカの卵の映像です。ご覧ください。卵を中透けて見えてますね。目があるの分かりますかね。動画に音声入ってる。はい、ここの部分にこの胴体、目で足っていう感じです。ああ、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。あ、ごめんなさい。これタッチパネルこれ。違います。あ、そうです。動画が終わりました。あ、すごい。すみません。ちょっともう一回。もう一回。大体1ヶ月ぐらいでね、卵をかえるんですけどね、水温とかにもよってだいぶ変わってきます。で、これ面白いのはね、卵の中にあるときは、この足の先のところに、いわゆる卵黄がついてるんですね。で、ここから栄養分を吸収して、この上の部分がだんだん大きくなってきます。はい、イカの形ね、しっかりもうできていますよね。で、これが完全になくなってくると、この卵の殻を破ってピュンって出てきてね、ちっちゃいイカになります、うん、はい、はい、もしかしてこの卵ももうちょっとしたら、そうですね、どれくらいでこんな感じになるんですかね。だいたい水温が20度前後で1ヶ月ぐらいとかかかるんで、これはちょっと水温ねまだ低いので、まだここから多分半月以上はかかるんじゃないかなと思いますね、うん、見えますけどね、オレンジっぽいところがそのコウイカの頬の部分の模様ですね、うん、はい、で、他にもね、この横に実は卵を展示されてまして、このコウイカの水槽の横ですね、こちらにはサメの卵があるんです。はい、こちらがトラザメ、この、ね、中に赤ちゃん見えるかな、照らしてこっちの方が見やすいかな。指の大きさとね、比較しがちょっとあんまり綺麗な指じゃないけど。これ下に卵黄があって、上でこう動いてるのがこのサメのね赤ちゃんですね。卵の中で、こう成長してる様子が見えますかね。トラザメと言います。はい、水槽で作ってるやつですね。はい。ちゃんとねちゃんと成長してますね。はい。はい、中で赤ちゃんが動いているのが分かりますね。でこっちがトラザメで、反対側がこれナヌカザメと言います。これここ口ですね。これね、へのじ口。はい、中の赤ちゃんが透けて見えるのが分かりますでしょうか。ね、尻尾はここにあるのでグニャーンってグニャーンってなってますね。あ、そうイカのね繁殖難しいんですよ、イカね。はい。サメはこんな感じで生まれてきます。まあ、種類によってね、サメの場合は卵で産むものもあったり、赤ちゃんの状態で産むものもあったりします。でトラザメやナヌカザメっていうのは、こういうね卵を産むんですね。さっきのトラザメよりナヌカザメはだいぶ卵大きいですね。これ指と比較すると全然違いがわかると思いますが、ね、大きさが全然違います。あ、どっち側から出てきますかってことなんですが、こっち側はですね、頭が向いてる方、こっち側から出てきます。ここはね、ほとんど閉じてるんですが、こっちはね、こうやってやると開いたりしますね。はい、どのくらいで、だいたいね、1年以上かかります。1年ぐらいかな、かかりますね。はい、1年ぐらいですね。ん？あれ、口、そうです。ここが口ですね。あ、そうですね、イカの卵はこう膜が突き破られてこう出てくるんですけど、こちらはね、ここがこう押すと分かるんですが、開くようになってましてね、中から出るのはこっちの方が多分簡単そうな感じがしますね。はい、とまあこんな感じで、卵のそして赤ちゃんも見てもらいました。最後にですね、ちょっとこの撮影をバトンタッチしまして、今ね、撮影を頑張ってくれて山根トレーナーが可愛がっている子供、はい、子供の生き物、あ、言えますかね、はい、これはちょっと石亀の子供ですね。あ、こんにちは。今日撮影をしてくれていた山根トレーナーです。はい、可愛がっている、はい、こちら見えますでしょうか。
これ石亀のね子供だそうですよ。はい、出てきましたね。はい、この子はこの館内の3階にある丸山川下流っていう水槽のところで一昨年生まれた石亀の子供です。ね、手のサイズと比べるとだいぶちっちゃいですよね。はい、もうすごく可愛くて毎日癒されてますね。毎日癒されてます、ね。はい、で、まあ、餌はですね、主に配合飼料やあとは魚の切り身なんかをあげることが多いです。せっかくなので最後にちょっと餌をあげる様子も、そうですね、餌やってるところもちょっとね、あーすごいすごい、今日はちょっと、ね、僕の撮影技術がラッピーなんで、ちょっと緊張してあんま食べてくれないかもしれない。はい、こっちで隠れちゃいましたね。隠れちゃいましたね。ちょっともしかしたら寝起きで嫌だったのかもしれない。これオスなのメスなのってありますけど、まだちょっとちっちゃくて分かりづらいですかね。どうでしょう、メス？あ、でもオスかな。すごいですね。この尻尾の長さとかでね、分かるんですよ。ね、このお尻の穴のところがね。あ、どっちだろう。ちょっと分かんない。ちょっとまだ分かんない。まだ分かんないですかね。もうちょっと大きくなった方が分かると思います。大きくなればね、分かるんですけど。カメは。卵の時の温度でオスかメスかが決まるって皆さん知ってました？お、豆知識ですね。豆知識、豆知識。そう、実はですね、卵の時点ではまだオスかメスか決まってないんですね。あ、そうなんですね。はい、で卵が育っていく時に周りの温度がだいたい寒いとオス、暖かいとメスみたいな感じだいぶざっくりですね。確か28度くらい以下とかだとオス、ね、はい、30度以上だとメスみたいな感じでなるそうですよ。いや、まあちょっとおっしゃい、隠れちゃいましたね。ちょっといつもと違う場所に連れていたからかな。ちょっとまだ小さいので水槽には出せないんですけど、そうですね、もうちょっと大きくなってからね、出るんですかね、はい、そうなんだって、はい、これどうしたか、はい、はい、すいません、はい、はい、というわけでね、いろんな、子供とか紹介してきましたが、残念ながらね、今日でこのゴールデンウィークの、インスタライブ配信が終了となってしまいます。城崎マリンワールド、今緊急事態宣言を受けまして、閉園してるんですけども、また、緊急事態宣言が明けて、開館するようになりましたら、ぜひね、今日紹介した動物たち、それからこれまでに紹介してきた動物たちなどにもぜひ会いに来てあげてください。はい、それでは結構ね、長々やっちゃいましたが、はい、今日のね、インスタライブの配信、終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。また見て遊びに来てください。はい、終了します。